はい、Jチャンネル J です。ゴールデンウィークに入りましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、ギター関係に関してね、質問の多いものにお答えしてみたいと思います。まずですね、2つお答えしますね。よくあるのがですね、1番はエレキかアコギかどちらがいいか迷ってるという1つと、あともう一つよくあるのは、おすすめのギターを教えてくださいと。この2点についてね、お答えしてみたいと思います。興味がありましたら最後までご視聴ください。はい、まずですね、エレキかアコギかどちらがいいですかと聞く自体でちょっと僕はね、ちょっとわかんないんですけどね。だどちらがいいかわかんないけどやりたいっていうのか、そこらがちょっと僕には理解できないところもあるんですけれど、どっちがいいかっていうのを聞いてみたい気持ちもわかる気もするんですけど、例えば僕の場合ですね、やっぱり憧れの人がいて、あんな風にやりたいなとか、例えばですね、吉田拓郎さんとかだったら弾き語りとか、浜田省吾さんだったら弾き語りもやるし、バンドもやるし、で、あといろいろありますよね、海バンドであったりとか、ミスツリであったりとかね、小袋であったりとか、自分の好きなアーティストのスタイルを真似してやるっていうのが大体僕らの時代は一般的だったんですけど、最近はどういう風な感じになってるでしょうかね。やっぱり漠然と期待したいっていう人じゃなくて、例えば誰かが好きでやりたいという人がいるんじゃないですか。そのいないとちょっとなかなか難しいかもしれないけど、もし自分の憧れの人がいるんだったら、その人のスタイルを真似てみて、その人がアコギだったらアコギ、エレキだったらエレキをやってみたらどうでしょうかね。ただ制限がありますよね。アコギだったら一人でできるけど、エレキだったらやっぱりバンドでやるっていうのが大体一般的なんで、まあエレキでも一人でもできますけどね。なんかそこらのちょっと友達関係とかいろいろありますけど、だからその中でアコギだったら一人でできるので始めやすいというのはありますよね。あとはね、練習環境ですよね。やっぱりギターは音が出るので、比較的アコギは音が出ます。エレキは音が出ないので、深夜でもヘッドホンしながらでもできるんで、ね、その方の練習環境であったりとか住宅環境であって、それで決めるのもまあ仕方ないことかもしれないですね。でも例えばね、住宅環境があっても、どうしても自分はアコギをしたいんだったら、アコギをやった方がいいと思います。スタジオ借りてとかね、外に行ったりして練習場所を探してでもやる方が僕はいいと思います。ただ自宅ではできないというちょっとこうデメリットはありますけどね。そういった場合どうするかって言ったら、僕はね、両方お勧めします。どっちかしかお金がないっていう場合でも、どうしても難しいと思いますけど、だってアコギをやっておいて夜はエレキをやるとか、エレガットやるとか、そういった方向で考えてもいいんじゃないでしょうかね。やっぱりね、とにかく自分が想像でもいいですから、自分が弾いてる姿を想像してみるんですよ。ギター一本で弾いてるのか、バンドでやってるのか、そこらを想像しながら決めるのも楽しいんじゃないでしょうかね。で、とにかくね、結論から言うと、ギターがどっちかないと始まらないので、とにかくどっちかで進めた方がいいと思います。だけど失敗したくないという気持ちがあるから聞くんだと思うんですね。だけどはっきり言ってね、失敗しないとは本当に言い切れないんですよ。だから本当ね、失敗して分かるところもあるので、アコギはアコギの良さがあるし、エレキはエレキの良さがあるから、とりあえずやってみて、あ、これはこうなんだ、これはこうなんだという感じで決めてみないと、とりあえずもう弾いてみないと始まらないので、とにかくね、早く自分の弾いてる想像をしながら、あ、これを選んで始めてみる。それからまたね、アコギ始めたんだけどエレキに移った、エレキ始めたんだけどアコギに移った、これ全然ありですから。これね、一つに絞らなくてもいいですから、とにかく始めてほしいと思いますね。まあこれじゃ答えになってないかもしれないんですけどね、エレキかアコギで悩んでて、何ヶ月も悩むんだったら、もうとりあえずどっちか決めて始めるのを本当に強くお勧めします。でないと、もう何ヶ月も悩むのがね、時間がもったいないと思いますので、とにかく決めてすぐ始めましょう。だから決めきれないんだったら、自分の姿を想像するんですよね。いろんなことを想像して、例えば夜しか練習ができないならば、仕方なくエレキを始めるとか、そんな感じでもいいですから、とにかく始めてほしいのは僕の本音です。はい、もう一つはですね、おすすめのギターを教えてくださいというのがあるんですけれど、これはね、難しい話なんですよ。おすすめのギターっていうのは僕がおすすめするわけでしょ。例えばね、安いギターで音が鳴るギターを教えてくださいっていうんだったら教えられます。1万円のギターを教えてくださいっていうのは教えられますけど、おすすめのギターとなったら1万円ではないんですよね。音は出るけど
あのペグとかね、糸巻きとか調節でしょ。だからちょっとした小物とかも考えれば、やっぱりどうしてもある程度の金額がないと、3万から5万6万ぐらいないとね、おすすめするギターはないんですよ。だから1万円でも音が出るギターがあれば教えてくださいっていうのを教えられますけど、そういうギターはね、チューニングが狂ったりね、音が悪かったり弾きにくかったりするんですよ。だからおすすめのギターにはならないんですよね。だからおすすめのギターを教えてくださいって言うんなら、もう少なくてももう6万から10万前後、それぐらいで設定してもらえれば僕もおすすめギターを出せますけど、1万円のおすすめギターを教えてくださいっていうのはもうちょっと難しいので、あの本当にそれはね、あの勘弁していただきたいと思うんですよ。あとね、弾くねスタイルによっても変わってくるんですよ。例えばストロークやっていたんだけど、途中から指弾きが好きになったということになるとまた変わってくるし、あ、だからそのね、自分のね、あのやるパターンとかストロークは変わってくるもんだから、とりあえずその都度その都度でやって、一番いいのは何本かギターを所有していくのがいいと思うんですよね。だから一本に絞るってことは難しいんですけどね。だけどある程度のギターのその性能とか、あのね、メーカーとかいろいろ考えてみて、だいたいまあ3万から5、6万のギターから始めて、でお金のある人はもっと10万とかね、僕今手だと思ってますが、あれぐらいから始めてもいいんじゃないかと思いますよ。中高年のね、50代60代の方はある程度お金があるんだったら、いいギターで始めたらいいと思いますし、高校生とかね、学生の方はとりあえずじゃあどんなもんかやってみるのは1万円でもいいと思いますけど、おすすめギターとしてはなかなか難しいので、そこは本当にねご理解していただきたいと思うんですよね。あとはね、あの自分でその正解か正解じゃないか分かってくるんですよ。何回も何本も何本もやっていって、あの例えば初めの1本っていうのは全く分かんないじゃないですか。初めの1本を買って、それをあのね基準にして考えて、いいか悪いか、あとは自分に気に入るか気に入らないかだから、とりあえず1本買ってみて、それを基準にしてだん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 変えていったりする。でスタイルも変えていったら、またギターも変えていく。エレキに行くかもしれないし、アコギに行くかもしれないし、弾き語りかバンドかによって変わってくるので、そのそれぞれによって変わってくるので、おすすめギターとかいうのはなかなか難しいですけど、ある程度金額をある程度設定してもらえれば、おすすめギターはできるんで、それでもやっぱりこう自分の合うか合わないかってやっぱり分かんないもんなんですよ。だからそれはね、ちょっと無責任な言い方かもしれないけど、失敗してみて分かるところもあるんですよ。失敗するのがダメじゃなくて、失敗してあこうだなと、だそれ失敗と取るか、あ経験と取るかはその人によりますけどね。だから経験と取って、あこれはこうだな、これはこうだなと、自分のうんちくとかね、知識になればそれでいいと思うんですよね。そんな感じだと思うんですが、いかがでしょうかね。今回よくある質問をやってみましたけどね、エレキかアコギか、それとおすすめのギターについていきましたが、ちょっと的確の答えがねできなかったからかもしれないけど、それはね今のこう僕の本心ですので、それをねあの分かった上でなんかね、頑張って選んでほしいと思うんですよ。はい、とにかくギターがないと始まらないし、ね、である程度やるんだったらある程度のギターをないと、どうしてもこうチューニングっていってね、弦の楽器だからこう音を合わせたりしなきゃいけないので、部品なんかもちゃんとしっかりしたのがないとね、それにやっぱりある程度の金額がいるということだけはちょっと分かってみてくださいという感じでね、ちょっと長くなりましたがやってみましたが、いかがでしょうかね。もし参考になったという場合でしたら、またいいねとかね、コメントとかなんかね、質問とかいただきたいと思います。 J チャンネルでした。ではまた次の動画でお会いできればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。